難関資格の最短ルートはアガルート合格者超倍増みな <laughs> さんこんにちはそれでは、えー、行政書試験2023年の合格目標アガルートアカデミーの入門総合カリキュラムのガイダンスを始めていきたいと思います、えー、担当はアガルートアカデミー専任講師の豊村啓太ですよろしくお願いしますさて、えー、このね入門総合カリキュラムっていうのは、えー、どういうねカリキュラムなのかといいますとまあ本当にゼロから法律とか勉強したことないんだよっていうね 全くゼロから始めて一気に合格を目指していくんだよっていう本格的なカリキュラムということになります本格的なカリキュラムということになりますもちろん初めて法律勉強するわけじゃなくて例えば宅検とかの勉強してたよ宅検士の勉強してたよとかね、あるいは法学部出身なんだけどもうなんかねずいぶん前に卒業したからもう昔の知識忘れちゃったなとか例えばほら法学部出身でもさ、えー、そうだな、えー、ずいぶん前に卒業されたんであればその間に民法なんかも変わりましたしね うん、大きく変わったんですね、えー、そういったところをさらに学習していこうというような方々でもちろんゼロから始める方も含めていわゆるそういう方を対象に一気に行政書士試験の合格のレベルまで引き上げていくという本格的ななカリキュラムとということになりますよろしいでしょうか はいいいいいじゃあそれにつててねちょっととガイダンスをしていきたいと思いますでこの動画は、えー、先ほども言いましたように入門のカリキュラムなので最初にねあの行政書士試験っていうのはどういう試験科目があってどの科目にウエイトを置けばいいのかみたいなところ、うん、いや知ってるよそのことは知ってるよっていう方もいらっしゃるかもしれませんが入門のガイダンスなんでねその辺も、えー、深掘りしていきたいなというふうに思っています。えー、早速入っていきましょうかねご覧ください えー、アガルートアカデミー入門総合カリキュラム豊村クラスですねもうねかれこれですねこれで7期生ということになりましたね7期生ということになりました過去ね過去、えー、アガルートに来てから1期生からもちろん始まってるんですが7期生に至るまで、えー、こちらね えー、ポスターなんですけれどもこのポスターこの方々もう僕のクラスの合格者の方々ですあのこれにはもちろん全部収まりきれないんでね収まりきれないんでまああのまあ一部抜粋というか、まあ、一部ってわけでもないですけれども、えー、この代表的な合格者の方を写真ツーショット写真なんかを撮らせていただきましたえー、これがねもう過去の豊村クラスの実績ということになってくるわけですねはいじゃあそのアガルトのね入門総合カリキュラムどういう特徴を持ってるかっていうのも含めて今からお話ししていきたいと思いますさてまずはね じゃあその行政書士試験とはどういうふうな試験なのかまあ、そして何点何点取れば受かるのかどういうふうな科目にウェイトを置くべきなのかっていうのを最初に掴んでおきましょうか、えー、このレジュメ今回のガイダンスレジュメの次の2ページっていうのかな次のページ入っていきましょうこの部分です試験科目と配点ってところですね行政書士試験は3時間で60問の問題を解いていきますよとまずここ一つポイント3時間で60問 問題を解いていてきますでちなみにあの試験の日というかね試験はいつ行われるのかっていうと毎年11月です毎年11月に行われますだからちょっと11月ってのは頭に置いとくといいですね。まあ、11月が本試験ななんだとということですよねえですから皆さんは2023年の11月に本試験を受けるんだっていうふうに思ってもらえばいいんだよね。はい、で3時間で60問の問題を解いていくんですね。 えそうするとねまあ行政書士試験いわゆる法律系の資格試験ってことなので試験科目に法律があるんだろうなとそうそうあるんですよあるんですよ見てください2つに分かれている時のここ法令等ってあるでしょありますよね、うん、ですから法令等っていうのがあるんでもちろん法律があります試験科目としては右の方に見てもらって憲法行政法民法商法基礎法学ってなってますまあ憲法は法律じゃないんだけどね法だけどね 全ての法の法王様みたいな感で憲法行政法民法商法なんかここまでは分かるんだけど基礎法学って何ってて何話だよねこの基礎法学とは一体何ぞやっていうのが皆さん気になると思うんだけど基礎法学っていうのは、まあ、いわゆる法律の用語この法律の用語の使い方だったりとかあるいは法制度法制度なんかを聞いてくる、まあ、いわゆるその入門的な法的な知識を聞くような問題だと思ってください。 5択の問題基本的に行政書試験はマークシート5択ですマークシート5択の問題でこの基礎法学は2問です2問まあ多いか少ないかで言うと出題の数としては少ないですよねそんなに多くはないですえー、2問出るって感じで思ってくださいよろしいですかまあでも憲法行政法民法商法基礎法学なるほどねっていうのは分かりますよね分かりますよね想定通りって感じですね、えー、しかし何か不気味な言葉がここに見られる不気味な言葉がある なんだろうなんだろうこれは一般知識等っていうのがあるんだよね一般知識等っていうのがあるんですよこれは一体何なんだという話ですよねこれは一体何なんだってことなんですがあれ行政書士試験っていうのは法律系の資格なのになんで一般知識があるんだろうと思いますねでこれがね少しだけ厄介なんですよ少しだけ厄介じゃあね皆さんねまずこの行政書士試験最初に覚えておいてほしいのは 法令等のゾーンと一般知識のゾーンがあるでしょ。ありますよね。それぞれにまず足切りがあるんですよ。基準点があるんですよ。そこに達しなかったら、もうどんだけあの他の科目ができててももう1年やんなきゃいけないってことになっちゃうわけ。オッケーですか。ちょっとじゃあ先にそれ言っておきますね。まずね法令等なんですけど、まあ、パーセンテージ言った方が分かりやすいかなと思うんで、これね50%。 が足,切足切りラインとこになりります足切ラインとこれはいいんですよでなんでかって言ったらね今から皆さんアガルートの講座を受けてテキストがっちりやって六法もねしっかり勉強して、えー、問題も解いてで模擬試験も受けて本試験臨むわけじゃないですかその間に法律系の科目、まあ、憲法も含めてね憲法とあと法律系の科目っていうのは本当に皆さん勉強しますから本当に勉強するんでここで足切りっていうのはあんまり気にしなくていいって感じなんですよ皆さん伸びますから。 そうかもう問題ないですから。でねあの気にしておいてほしいのはこっちの方なんですよ。一般知識等の足切りなんですよ。これがね40%取ってもらわないと困るんですよ。で何問出るのかって話だよねさっき全部で60問って言ったでしょ全部で60問って言ったんだけど法令等の科目っていうのはそのうちの46台なんですよ。で一般知識はこれ5択のマークシートです。5択のマークシートで14台出ます。14台出ます。 ささあ皆さん、算算数数ククイイズズいい。ですか算数クイズ14台ってことは40%取んなきゃ足切りになっちゃうよってことはね最低何問取らなきゃいけないのかな最低何問でしょうせーのでいきましょうかせーのでねせーの6問なんですよあ五5問じゃないあ五5問って思った人5問だとねこれ足切りなんですようんこれ5問だと足切り6問なんですよ6問取ってこなきゃいけないんですよ で合格者が大体どのぐらい取ってるかっつともちろんその一概に言えるってわけじゃないんだけど大体まあ僕ももうね長年講師やってもう合格者をねどんどん出してるっていう実績のもとで言うと大体ね皆さんね8問ぐらい取ってるのが平均的なあの合格者像かなって思いますもちろんもっと上の人いますよ、ね、10問以上取る人もいますけれどもまあ8問ぐらい取ってる人っていうのが多いのかなと思いますうんでまずはでもそれ,それよりも前にね皆さんこれ一般知識はとにかく 6問は取らなきゃいけないんだというのを考えておいてください。これは頭に置いといてくださいね。これはもう常に本試験までです。本試験まで頭に置くべき事項ということになります。何度も言いますが、法令科目の方の足切りラインとかはもう気にしなくていいです。あの、気にしなくていいっていうのは、もう皆さん、そんだけ法令科目がガリガリやっていきますから。で、伸びていきますから。心配しなくていいと思いますよ。はい、じゃあね、次ね。そうは言ってもね、じゃあ、どの科目が配点が大きいのか、どの科目を勉強ガリガリやっていくべきなのかって思いますよね。 思いますよねそれはやっぱりほら限られた時間の中で勉強していくわけだからメリハリつけなきゃしょうがないですもんね。だよね。じゃあいきます。どの科目にメリハリハ置くべきかいきます。この法令科目なんですがまずね第1位第1位は行政法です。これが第第位位です第1位ですす、まあ、プロ野球のペナントレース、まあ、J リーグでもいいけどねプ,ラプロ野球のペナントレースで言うんだったら行政法が1位を走ります。 で次に、僅差で民法。この順。で、これはもうね、法令科目のツートップだと思ってください。これはもう法令科目のツートップです、えー。行政法と民法。行政法がもちろん1位なんだけど、まあ、行政書士試験っていうぐらいですからね、行政法が1位なんだけど、2位の民法とね、そんなに言ってもゲーム差離れてないですよ、プロ野球の,あのペナントレースで言うならば。 そうねまあ勝手な僕のイメージだけど、うん、2ゲーム差とか2.5ゲーム差とかそのぐらい結構迫ってるでしょ迫ってますよねこれが圧倒的なツートップなんですよもうツートップとしか書いいてないけど圧倒的ですで首位の行政法からそうだな7ゲーム7ゲーム合いすぎかな6ゲーム6ゲームか7ゲームぐらい離れて次にやってくる3位が憲法です 1>, もうとにかく1位と2位の2トップはもう結構別格なんですよ。あ別格っていうのはつまり皆さん分かりますよね。勉強時間そこにがっつり割いてくださいよって話だからね。勉強時間がっつり割いてくださいって意味ですよ。割いてもらうんですね。で次のね第3位がね憲法なんですよ。憲法。っていうことなのね。でまあそこからまたさらに離れてまあ4位が商法という感じですかね。 基礎法学はどうするんだって話なんだけど基礎法学はねさっきも言ったけど法律の基本的な用語みたいなところなんでテキストの勉強過去問の勉強あと模擬試験で出てきたところぐらいしか合格者もやってません基本的になんか基礎法学のね専門的ななんかなんだろうテキストかなんか買ってきて学者の書いてさなんか法学入門みたいなのを読んでさ試験に臨む人なんてそれいないですあい,いないとは言い切れないかもしれないけど僕は見たことないですうん そ,そこままでやりません合格者も基礎法学はねだからちょっと順位はあの置いときますちょっとノー順位ということでいきましょうとにかく皆さんいいですか法令科目今から勉強していくにあたってぶっちぎりの1位は行政法で僅差の2位が民法これ2トップですもうこれ圧倒的ですでそっからちょっとゲーム差離れて憲法です次が商法というイメージです勉強の,あのいわゆる重要度っていうのかな試験合格のための重要度としてはそういうふうに考えておいてくださいで配点もやっぱりその順に多いわけですよ 出題の形式とかも多いいわけよろしいですか、はいでね、もう一つちょっと後から話す話とも絡むんだけど僕さ基本的にねあの行政書士試験は5択のマークシートだよって言ったじゃないですか5択のマークシートって言いましたよねそれは合ってるんですよそれは間違ってないんだけどあの民法と行政法に関してはこの2つねこの2つに関しては記述式っていうのがあります。 この民法と行政法に関しては記述式あります。なんかさ、なんかさ、思わないあやっぱりツートッパー違うなって。ね。ツートップはやっぱりなんていうか、別格に他の室内形式もあんだなって感じするでしょ。記述式っていうのは実際の事案を読んで40字程度で書いて、書くんですこれは。あの塗るんじゃないんですよ。書くんですよ。だから別途ちょっとトレーニングが必要にはなったりもします。記述式があるってことです。 よろしいですか、まあ、とにかく勉強のメリハリづけとしてはとにかく皆さん何が何でもまず行政法と民法をがっちりやりましょう時間もたっぷり割いてくださいそれをしっかりやっていくってことになりますよで次憲法をやりましょうというとこねで民法と行政法に関しては記述式っていうのがあるんだなと書かなきゃいけないやつがあるんだなっていうのをちょっと頭に置いとくといいかなと思いますで何度も言いますがこの法令科目の方の50%の足切りこんな気にしなくていいです 気にしないい。でくださ上がるトの講義を受けて僕の講義を受けてそして問題演習もししっかりやればもうこ意識では皆さん突破してきますから大丈夫ですよいや私法律初めてなんですけど大丈夫僕のクラスのこの合格者入門の人もいっぱいいます入門の方もいっぱいいてこの入門の方も最初はゼロからだったんです私法学部出身じゃないんですよっていう人もいっぱいいるんですよ何を隠そうって <laughs> 隠してるわけじゃないんだけど別に僕も法学部出身じゃないですから。 そうなんでお前法学部出身じゃないのか大丈夫か頼りないなと思われるかもしれないけど法学部出身でも僕もないですから大丈夫この法令科目の足切りいけますからね大丈夫はいじゃあ次一般知識これは気をつけてって言いましたよねこれ気をつけてって言いましたよねだから40%もいいんだけどやっぱり皆さん覚えとくべきはこっちだよねこれは取ってねということ 6問は取りましょうねってこといや6問は取りましょうねっていうか6問取らないと法令科目がいや私民法満点でしたとかさいや行政法はもうね好きがない勉強できましたよなんて言ってもねだめなんですよだめなんですよっていうことなんですよですからこの一般知識しっかりね足切り突破しましょうねで突破の仕方としてはこういうふうになってるんですよ3つのゾーンって考えればいいんですよ生経者と情報通信個人情報保護あこの個人情報保護っていうのは 皆さんお気づきだと思うけど、個人情報保護法とかそういうことです。うん。あ、何一般知識の中に法律が入ってくるの。そうそうそう。基本的に個人情報保護法なんです。法律の方が、実は皆さん勉強しだしたら分かると思うんだけど、結構勉強しやすいんですよ。組みしやすいんですよ。なんでかっつったら、条文があるでしょ。条文あるでしょ。個人情報保護法の条文あるじゃないですか。民法だってあるでしょ。行政法だって、行政法で勉強する行政手続き法とか。うん。6法に入ってるわけ。 だから、範囲がもうそこって決まってるわけですよ。だから、勉強しやすいんです、個人情報保護法。で、情報通信って一体何なのかっていうとね、情報通信って何かって言ったら、まあ、あのいろんな出題のされ方あるけれども、結構典型的なのはあの、IT 用語とか、IT 用語の定義とかを聞かれることが多いです。あのそんなに正直、難しくはないです。そんなに難しくはないです。ましてや、これ、ご覧になってる方で、結構僕のクラスも多いんだけど、IT 関係に勤められてる方っていらっしゃいますよね。 いいらっしゃいますよねその方々からしたらね固めつぶっても全部解けるぐらいのレベルですはい実際そうですですから皆さんまずねここのところしっかりね情報通信個人情報保護のところっていうのは得点を取るように頑張っていきましょうということですそれからもう一個もう一個を得点源にしていただきたいのがこれこれ これね文章理解っていうんだけど何かってったらねいわゆる現代文とか皆さん勉強してきたでしょ中学入試高校入試大学入試とかでやったじゃないですかまああそこまで難しくないです大学入試とかみたいに難しくはないですまあ現代文読んで例えば空欄補充って分かりますここの空欄が空いてるのに何が入りますかとかそういう感じでこれもねしっかりテクニックとか身につけていかなきゃいけませんよ文章の読み方とかそれからここのテクニックはどう使うんだとかっての身につけないといけない でこの文章理解に関してはさっきの,あの情報通信の IT 系で働かれている方っていうのと話が同じになっちゃうんだけど正直得意な人いますよね、文章理解。もう今の時点で今行政士試験の講座申し込む前にもすでに得意な人いるでしょ。でその方々はねもう始めた瞬間にねもう行政士試験の過去問ちょっと解いてみてください、バーってでまあほぼ全部もういけるな、これはと文章理解,解解けるわって言うんであればまあここまで言っちゃっていいのか。 <laughs> 極端な言い方になっちゃうんだけどそういう方はね別に文章理解そんなに対策の時間割かなくていいと思います解けるんだったらねと思いますで苦手なんですよ私と私ね現代文とか苦手だったんですよとか安心してください実際問題とか見てみてあそうかこのレベルなんだなとこういうふうに考えればいいんだなっていうのが分かれば解けるようになりますからでしかもねこの文章理解って何問出るかってこれ3問出るんですよ3問出るんですよ分かります 3問ですよだからさほら足切り6問取んなきゃいけないって言ってるじゃないですかこれ文章理解全部取れたらその少なくとも足切りで取んなきゃいけない分のね半分取れちゃうんです半分取れちゃうんです何問ぐらい取るのを目標にしましょうかってもう皆さんわかりますよね3問ですよ3問取るんですよ文章理解取るんですよこれはやっぱ大きな目標ですでここのところである程度の得点を稼ぐってことですこの部分で。 この部分である程度の得点を稼いじゃうってことですこ,れこれだけであの6点取れなくてもいいですよもちろんここだけで超えなくてもいいんだけれどもここをちょっとしっかりまずベースとして置いておくとこれをベースにしておくということねでね政治経済社会っていうのはねこれがね範囲広いんですよ例えばね政治だったらねよくここ10年ぐらいだとね出てくるのがね日本の選挙制度とか各国の政治制度とかまあ戦後史も出ますね戦後政治史なんかも絡めて出てきますね 分かりますそういうい政治のイメージっていうのは。で経済なんかも、えー、どんなものが出てくるかとていうとあの経済もね戦後経済史とか結構出るんですよ。戦後経済史とかねあと皆さんあの昔のさ高校の教科書とか中学の教科書で見たことあるかもしれないけど GATT とか WTO とか見たことあるでしょありますよねああいった知識だったりとかでまあ,あと、えー、社会とかだと環境問題とかねであと時事問題とか最近起こったことの時事問題とかっていうのも出てきたりするんですね。 だからもちろんある程度山を張れる部分もあるんだけど他の情報通信とか個人情報保護とか文章理解と比べて結構大きいんですよ、幅が的が大きいわけだからまあここのところで,そうですね3問から4問ぐらい取れればいいかなというふうに考えればいいと思いますそしたら皆さんどうですか足切り突破するの分かるでしょ足切り突破しちゃうんですよ、これで突破しちゃうんですよね、そうなんですよで大丈夫ですよ、これでということになります。 はいじゃあね足切り両方とも突破したよっていうことを前提としてどのぐらい正解すれば行政書士試験合格するかっていうと満点が300点がなんですよ足切り両方突破した前提で満点が180あっちょっとちょっ待う答え言っちゃったあの満点300点なんですよ。で何点取ればいいかっていうと全体で。 180点つまり60%だよね180点以上取ればこうです全員合格この点取ればですよ足切り突破しました300点満点中180点以上取りましたそしたら、まあ、全員合格っていうのはつまりそれを取ればもう受かるんです受かるんです わかりますよねうんシンプル結構シンプルでしょ結構シンプルなんですよそうだからあのまず足切り突破最初のさあの特に勉強始めたばっかりはその辺りを狙っていいと思うんですよ勉強の最初の頃はどうかなこの今のぐらいの知識で、えーね、問題を解くレベルで足切りぐらいはいけるかな突破できるかなあー突破できそうだなってなったら次にさもっと上乗せして点数上げていけばいいわけですよで最終的にはあの180点超えてくるかってところで勝負が決まってくるってことになります OK ですか いたたかめめまましし試験制度っていうの掴めましたかね、うん、今回はこれ入門総合カリキュラムの,あのガイダンスなんでね、えー、行政書試験の全体像というかどんな科目が出るんだよとかどの科目にウェイトを置いた方がいいんだよとかねそういったことについてお話をさせていただきました。えー、とじゃあ第一ユニットこのぐらいにして次の第二ユニットではじゃあ実際この試験に対応するにあたってアガルートのカリキュラムどういうふうに組まれているのか。 そしししししてててててどのののよううううにに、えー、勉強を、ね、進めいい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 けばかいいかっつ話きままょょ第1ニットこのくらいにしましょうはいえー、次はね第ユニットとしてじゃあアガルートの講座はどうなってるかっていうのをねお話ししていこうと思うんですがあの実はねこの2023年向けのアガルートの入門総合カリキュラムは一つ大きく変わった点があるんですよ今までの入門総合カリキュラムとね。何が大きく変わったかっていうとねまずちょっと一般論の話をさせてもらいたいんですけど行政書士試験いつ行われるって僕言いましたっけ 11月って言いましたよね。11月って言いましたよね。でいわゆるまあ大手のスクールってあるじゃないですかあのレックとか、えー、伊藤塾とかタックとかありますよね。ああいう大手の学校とかの,あ,のああいうところとか通学でしょ学校に通っていくわけでしょでそういうところのスクールが基本的にいつ開校するかっていうと実はまあ僕もずっともう十何年レックで講師やってたからわかるんですよ。 わかるんだけど、基本的に十一月の試験に対して、その一年前のまあ、うん、秋口っていうんですか、九月とか十月とか十一月、まあ年内十二月とかも入れていいのかな、九十十一十二あたりから、えー、なんとかクラス生クラス開講みたいな感じで始まっていくんですよ。これがいわゆる通常の、うん、スタートの時期ということになります。で、上がる人もね、実は二千二十二年目標かそうだね、二千二十二年の合格目標のつまり去年の 講座までだから豊村クラスで言えば今年7期生って言ったけど6期生まではあの本当8月とか9月から、えー、売り始めてたあの講座をね提供し始めてたっていうことだったんですよであのー、今年から何が変わったかっていうとこの入門総合カリキュラムに関しては6月からもう講座の販売をしますということです6月からもう受講していただくっていうことなんですよわかります ?6 月から受講し始めて今年の2022年を受けるんじゃないですよ 6月から受講し始めて来年の2023年の行政書士試験の合格目標ですからね。っていうことなんですよ。これはね結構画期的なんですよ。でこれをね僕はね6月からスタートする普通は秋口からスタートするんだけど6月からって早いでしょものすごい早いでしょ。ねだから僕はこれをこの時期から始める人のことを、えー、今回はロケットスタート組と呼んでます。ロケットトスタート組うん ロケットスタートなんていうとね、なんかあの、100メートルのベン・ジョンソンみたいな感じなんですけど、ベン・ジョンソンって言ったら、若い人分かりませんよね。ベン・ジョンソンって誰だよって思われるかもしれませんけど、今100メートルの速い人って言ったら、ウサイン・ボルトとかじゃないですか。ウサイン・ボルトですよね。だけどね、昔いたんですよ、ベン・ジョンソンっていうね、100メートルの速い人がいてね、その人、スタートがすごい速かったから、ロケットスタートなんて言われてたんだけど、ロケットスタート組と呼ばせてもらうんですね。6月からスタートね。あすごい速いでしょ。 でもちろんずっと6月から開校してますからいわゆる通常のように秋口から入ってくる人もこのクラスはいるってことになるわけです結構だから間口が入り口の間口がものすごく広がったってことになりますよろしいですかで詳しくはね本当の詳しいいつまでにこれをやりましょうっていう学習スケジューリングはこの動画ガイダンス動画とは別途スケジューリングの動画っていうのをロケットスタート組と通常スタート組に分けてスケジューリングの動画を YouTube にアップしますんで 後でそっちの方も見ておいていただければと思うんですが、ちょっと一般論話しますね。一般論話します。行きます。こういう感じなんですよ。入門総合カリキュラムっていうのはね、見てもらうと、入門総合講義っていうのがいつから始まるかっていうと、これは2022年の6月からもう始まります。6月です。これめっちゃ早いですこれ。めっちゃ早いです。で、試験はいつかっていうと、2023年の11月ってことになります。 だからここに向けてがっつりやっていくよってことになるわけよろしいですかでねまずどういうふうなカリキュラムになっているかってことなんですがまず一番上のまあなんていうの薄いグリーンっていうのかな薄いグリーン入門総合講義っていうのがありますよねありますよねこれがまさにインプットですこれがインプット講義、まあ、これが一番基軸になってくるってことになります これが一番起軸になってきます、うん、でそれは何かっていうとね、えー、今日まあ一応サンプルテキスト持ってきてこれだからちょっと今年のテキストなんで僕がゼミとかで使ってるやつなんであの豊村ゼミとかもちょっと入っちゃ,っ,ちゃってるんだけど申し訳ないんだけど、えーとね、例えばねこういうの送られてくるわけこれは一般知識かなテキストテキストテキストですこれ民法なんですよごめんなさいちょっとあの落書きみたいなの入っちゃってるんですけどこれ民法のテキストなんですよこれフルカラーテキストあのフルカラーですよ 分か,りちょっと分かりますかね分かりますこのフルカラーテキスト分かります見えるかなフルカラーテキスト。で、えー、これは民法です。これ、送られてきて、であと、えー、っと、これは行政法か。まあ、これもごめんなさい、ちょっとゼミで使ってるんで、ちょっと僕の手書きの落書き入ってるんだけど、これ、行政法。この厚さ。これ、1冊送られてきます。で、これはね、えー、っとさっき言ったほら、一般知識。これ、一般知識見えるかな一般知識です。これが送られてきます。で、あと、えー、っと憲法と、憲法基礎法学が1冊と、商法が1冊。 大きく分ければ、えー、5冊かなテキストフルカラーですよフルカラーテキストが送られてきますまああのなんていうの各自テキストは自分でプリントアウトしてくださいそうじゃないですよもう完全製本されたフルカラーのテキストが送られてくるということになりますでこれが一番メインってことになるわけこれでしっかりと知識を入れていただくということになりますうんで豊村クラスの特徴ってことで言うとねこれはあのまあこの合格者の方々インタビューとかもしていく中で、えー、とそういう言っていただくね 合格者の方々から言っていただくので多いのが、えーと,ね、とにかくねあの面白かったっていうふうに言っていただきます面白かっかった飽きずにやれたってそれからあと分かりやすかったと具体例僕いっぱい出すんでね具体例いっぱいで分かりやすかったという、えー、合格者の皆さんの声がかなり一番多いかなというふうに思ってますですから僕がこのテキストを使ってねテキストを使ってねあの本当分かりやすくやっていきますからね 分かりややすくくっていくんで本当にゼロから始める人でももうがっつりやれるようにしっかり理解できるそうは言っても皆さんねいやまあそれは分かったけどでもそんななんかねテキストをね見てね講義聞いてるだけじゃ問題解けるようになんないじゃんと過去問とかやんなくていいのかいって言うんだけど実は上がると見てください「担当過去問解説講座」これ林講師担当するんだけどアウトプットもついてるわけ。 の問題解説講義っていうのは結構特徴的でこれすごくねあの皆さんにとっては、ね、便利だと思うんだけどアガルトの、ね、問題解説講義ってね何問かまとめて解説して2 3 0分しゃべって自分であと見てくださいっていうんじゃないんですよ。例えば問題が10問あったりするじゃないですか過去問が10問あったりするよねそしたら問題1だけで1個ユニット使ってるんですよ。問題5だけで何を言いたいかって言ったらね あの過去問とかやっててもさあこ,れこれはもういいわできるわっていうのあるじゃないですか。で解いていけばさあれちょっと待ってこの問題はなんかちょっと微妙だなちょっと解説聞きたいなってあるじゃないですか。その時にさ例えば10問セットで考えた時になんか10問まとめて30分ぐらい40分ぐらいで収録されてますってなった時にさ 8問目を見たいってなった時にさなんかわかりますイメージピーって飛ばしてこの辺8問目かなピッと飛ばしたらさはいじゃあ7問目いきましょうとかじゃあじゃあじゃあもう一個あとって言ったらじゃあ9問目この辺で終わりますあーって <laughs> わかりますイメージわかるわかりますそういうのが一切ないってこと問題10問だったら10ユニットで解説してるから問題あの6番の問題見たいんだったら6ユニットユニット6を見ればもうそれで見れるってことです最高でしょ見やすいでしょ ね、これつまりインプットとアウトプットこれがねもうベースになりますちょっと囲みますよ何色がいいかな、えー、どうしようイエローでいいかイエロー見えるかなこれちょっと薄いかな見づらいもっと濃い方がいいかこれあんまあんま変わんないあんま変わんないですねとにかくここねここがもうメイン メインだだと思ってくださいここを徹底的にやっていくんだということ OK?OK、OK? OK、ですかでその下にあるやつね築城ローラーインプットこれはね条文ですこれ条文条文の学習をしていくってやつで文章理解はもう何やるかってもう文章理解って書いてあるから分かりますよね分かりますよねで択一式対策完成への問題解説講座ってこれ僕が解説していくんだけどこれねあのー、民法やります 民法をやりますつまりえ民法って担当過去問のやつでやるんじゃないのっていうふうに思われるかもしれないけどやりますやります。プラスアルファで民法の問問題を解いていただいててただこれ80問やります基本的には行政,行政書士試験以外の多資格の過去問から持ってきていて例えば今後行政書士試験で今まで過去問には出てないんだけど出題が予想される部分とか。 過去に出題はされてるけれども別の角度から出題されるんじゃないかっていう予想されるやつを多四角の問題から80問持ってきて民法だけピックアップしてますだからここもだからアウトプットみたいなもんだよね民法のプラスアルファをやっていただくということになりますで最後がこれ記述最後さっき言ったでしょ民法と行政法は記述がくっついてるんだよって話だよね言いましたよねでね記述に関してはね皆さんねどのぐらいの時期からやればいいかって思われると思うんだけど大体ねまあ5月から 六月。スタートでいいと思います。記述に関してはね。記述に関しては五月から六月スタートでいいと思います。あつまりね。あの言ってみればさ、そこまでにちゃんと。あのテキストのインプット知識とか、過去問の知識とか条文の知識っていうのを。しっかり土台で考え、土台で作っておいてほしいんですよ。その上で記述に入ってもらうっていうのがいいと思います。あの試験範囲としてはね、試験範囲としては。卓一と記述ってどのぐらいの感じ、どういうね、関係性になってるか、こういうイメージなんですよ。 卓その択一で勉強した知識のの中かから記述が出ててくるってイメージですすわります択一の勉強あるでしょ五託のマークシートの範囲をしっかり勉強するでしょテキストも使って過去問も使って勉強するでしょその中から記述の問題範囲としては出てくるってことですだからまずはそっちの卓一の知識がっちり固めるっていうのが必要でその後に入ればいいってことを言ってるわけですもちろんねもちろんね記述っていうのはやっぱり書かなきゃいけないから。 ちょっと独特なんですよだからそれ相応の,その書かなきゃいけないとかに対応するつまり見て分かればいいんじゃなくて書かなきゃいけないからねそれ相応の対策は必要になってくるんでそれはでも5月から6月ぐらいからスタートさせればいいんですよという話をしてるわけですよろしいですか ?OK はいということになりますよでじゃあちょっとねさっきも言ったけど本当に細かい学習スケジューリングはまた別途の YouTube 動画で話すんで是非そっち見てほしいんだけどちょっと大まかにねあのやっとくとねこれこれまずね 注意してしてほいのが、ね、ここライン入れますラインどうしようかなブルーで入れようかなちょっとブルーで入れちゃっていいですかここここんか斜めになっちゃったここ2023年の5月っていうのを一つの区切りにしてください。 2023年の5月ですご僕は僕は基本的にはゴールデンウィークって言ってるんだけどゴールデンウィークに終わらなくてもいいです5月いっぱいでもいいですこれ一つ意識してください一つ意識してください何かというとこの時期までに5月までに最低一通りは終えてくださいってことですインプットとアウトプットの部分を最低でも一通りは終えてくださいねということになりますで何をやればいいかってことなんですが 基本的にこれをやればいいですよ。基本的にこれこれをやればいいです学習してんの学習してんのっていうのがあるんですがそれは何かというとまずはさっき言ったテキストそれからもちろん過去問で皆さんしっかり6法を使っていきますから6法条文ですこれ。 これ文文です条文それから、えー、問題集これが何を指すかっていうのも別途動画で話しますんで是非見てくださいねこのね4つねこの4つこれが学習四天王です行政書士試験における学習四天王ですテキスト過去問6歩条文ね、えー、問題集っていうことになりますでこの5月までにとりあえず何をしといてほしいかっていうと 講義聞くくくででででしししししょょょテキストに色付けたりてていい過去問とかやり始めるじゃないですか。やり始めるよね。そしたら皆さん分かると思うんだけどあれちょっとこの過去問でこの出てる知識テキストにはちょっと載ってない部分があるぞとか逆もそうなんですよ。この,あの過去問で問われてる知識っていうのはテキストのあの部分と関連してるなっていうのが出てきたりするでしょ。しますよね。でそれをねちょっとメモとかしといてほしいわけ。何でもいいんですよ。例えばテキストの方にメモしてもいいんですよ。 テキストの方にメモして、例えば問題集過去問で解いた時に無権代理と相続っていうのを解いた時にはさであこ,のかこ,うこういうふうに聞かれるんだなと思った時にはテキストの該当箇所に「えー、と平成何年の何問」とかって書いとくわけであるいは間違ってしまったとかこの知識はちょっと曖昧だからあのテキストに補充しとこうっていうやつに関してはあの選択肢の番号とか書いとくわけ過去問の番号とかをさ「ね、平成何年の、えー、選択肢の5番」 は曖昧だから後でチェックするようにみたいなことも相互にリンク貼っていくとイメージわかります。で問題解いた際はさ、過去問とか解いた際はさ。これはテキストは何ページに載ってるとかっていうのをメモしておくわけ。そしたら何が起こるかというと。勉強していく中でも、この四つは必ず使うわけ、最後まで、本当に最後まで使います。この四つ。それが学習してんのです。使っていくんだけど、その時にさ。相互に検索しやすいようになっていくから。それがどん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 勉強が進んでいけば。あ、これなんかメモあるな。これなんだっけ。こっちは。 ああそうかこの知識もそうだよね、まあ、忘れちゃいけないねっていうのがどどどどんどんんどん完成していくの分かります例えば問題集でさ問題集過去問でもいいけど解いていく時に、えー、例えばそうな何でもいいよ例えばね例えば126条の3項の問題が出てそでしょ126条3項の問題が出てあよし正解したと思ってもさよく考えて126条の3項ってことはさ少なくとも1項と2項もあるんでしょそうでしょだからその時は6項を見て、えー、1項と2項はどんな条文なんだろう規定なんだろうとチェックするわけ。 で条文読んだらチェック入れとくわけピッて読んだよってチェック入れておくわけ。ね、で1項と2項読んで,読んでいく中でさあこれはこの1項,と1項の知識あるいは2項の知識これとっても大事だなと思ったらさそれ囲去問にメモしておくわけ。この何条の、えー、と3項しか問題では聞かれてないけど1項2項も要チェックとか書いておくわけ。で条文読んだら条文読んだ都度読んだよってチェック入れておくわけ。そしたらまたリンク貼れていくの分かりますどん,どんどんどん充実していくの分かるでしょ分かりますよね つまり、この4つは必ず最後まで使うんだけどこれをねどん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 相互にリンクを貼っていくわけ今みたいな感じでもちろんここもそうですよここもそうこん,なこんな感じでリンク貼っていくわけでこの作業をとりあえずとりあえず5月までに一通り終わらせましょうってことになるわけ OK ですかここがまず一つの締め切りなんですよこれがまず一つの締め切りなんですよ で次5月までにそこが終わったらじゃあ6月以降はもっとそれをブラッシュアップしていくっていう作業に入っていくっていうイメージです。いいですか間違ってもこの1回目の回す作業を夏の終わりととかかもう9月とかに入っちゃいいますみたいなととこころままでででやっててはまずいすすよってことですなるべく5月ぐらいにはこれは終わらして2回目以降に入っていく何事もそうだってわかるでしょ1回じゃあ頭に入んないけど2回3回4回繰り返すことによって知識の精度が上がっていくっていうのは皆さんもちろんご存知じゃないですか。 ご存知ですすすよよねねそのの話をししててるわけですよろしいでろいか5月、ね、一通りの目安ってことですですこれね別にね無茶を言ってるわけじゃなくて無茶言ってるわけじゃなくてねあのさっきも言ったけど僕ずっとレックで講師やってた時にねレックで講師やってた時に僕は池袋本校で期間講座、えー、入門も中上級も担当してたんですよ担当してたんだけどあのさっき言った通り基本的にそういう通学クラスのある予備校ってさ大体前の年の9月ぐらいから開校するんですよ。 9月ぐらいから開校して僕だったら池袋本校の授業が開校していって全部の科目一通り終わりますよっていうのが大体5月なんですよまあ遅くても6月なんですよ一通り皆さん終わるのがねインプットもアウトプットも終わっていくのが5月6月なんですよだから5月って言ってるわけつまりさ他のスクール通ってる人にさ通学クラスとかに行ってる人にさ競り負けるわけにいかないでしょいかないよねだからまず5月を1つのめどにしましょうって言ってるわけですででもう1個プラスしとくとね 今年からロケットスタートができるようになったよって言ったでしょロケットスタートの人たちができるよってなったでしょこの人たちはどんなメリットがあるかっていうとねこの6月からスタートした場合は6ごめんなさい6月からスタートした場合は来年の5月までに2回やれるっていうイメージなんだよねわかりますインプットアウトプットを2回ぐらいやれるっていうイメージなんですよ時間的にもそれぐらい余裕があるんですよ6月からスタートすれば 秋口からスタートした人はこの部分で1回回すっていうイメージなんですよ。だでもじゃあそれで大丈夫なんでしょうか大丈夫ですよ。ほらこの方々はむしろ通常スタートの人たちですからこの方々はね。だから大丈夫なんですよ大丈夫なんだけどロケットスタート組はさらに何て言うのかなもう一回しできるだけの時間的な余裕がありますよってことを言ってるわけです。よろしいですかだからロケットトスタート組の方は2回 えー、通常スタート組の方は1回で構わないので1つの目標は2023年の5月までにこの一通りを終わらせるあのこれで合格ラインに達しなきゃいけないんですがもちろんそんなことないですまだ5月だから合格ラインいってなくてもう40%ぐらいで構わないです構わないからまだあれが終わってないとかこれからあれやんなきゃいけないっていうのをなるべく残さないようにしておく5月までにまだ精度が上がってない覚えきれてないっていう人いるかもしれないけどそれはそこからですそれはそこからよろしいですかで次にもう1個 あの線を引いておきたいのがここここ9月です9月から11月の本試験までのことを直前期と呼びます直前期と呼んでいきますでもうこの時期はもう模擬試験なんかも受けていきますし直前期というのはもうこれははっきり言ってね 今までやってきたこういうテキストらなんだとかあるでしょ。手元にきっちりできた資料を短いスパンで何度も繰り返して頭に叩き込んでいく時期です。まああまりこういう言葉皆さんも好きじゃないかもしれないけれども、まああの暗記の比重も増えますよここは。もう覚えていくしかないっていうところも出てくるだろうし、あの徹底的に頭に叩き込んでいくっていう時期です。だから逆に言えば勉強のやり方としては直前期まではしっかり理解するようなところにもあの重点を置いて勉強してほしいんですよ。 ここれってどういうういとななんだろうなあそっか条文がこうあってこうだからあなるほどそういうことだなって少し時間かかるかもしんないけどでも9月までの時期8月までの時期っていうのは大丈夫なんです9月に入るまでの時期はねそういう勉強をしっかりやっておきましょうってこと1つの締め切りが5月その後6月7月8月ってあるわけだからその3ヶ月間で、まあ、2回3回か人によるでしょうけれどもしっかり充実した知識を上げておくってことですもちろんその段階でもまだ合格ライン達しないっていうのもいいんですよだってさ 最後の詰め込みどこででやるんですよだからイメージとしてはイメージとしてはねこの6月スタートのねロケットスタートでもいいし、えー、例えば9月とか10月かな例えば、えーとそうだなまあ、10月にしとこうか例えば2022年の10月スタートのいわゆる通常スタートでも構わないんだけど,構わないんだけど要するにここで勉強してる内容ここで勉強している内容っていうのは全てがここに向かってるっていうことをしっかり意識しておいてください。 ここでずっとやっていく学習視点の充実させたりテキストを見たり講義聞いたり過去問勉強したり、ね、そういったことっていうのはててて直直前前期期に向かっっいいると思ってください直前期で勝負決まりまりすもうね本当ねこの合格者の皆さん今年ももう僕100人弱の方インタビューしたんですけど皆さんねやっぱ口揃えて言ってましたよやっぱ実はね模擬試験も合格点取れないこともあったんだとあったんだけど絶対諦めなかった もう直前期でやることやって最後本当に伸びたっていう人多いんですよ最後まで諦めなかっただからこの直前期本当に気合い入れるんだぞっていうのは今のうちから頭に置いとくといいかなと思います全ては直前期のためにというかねそのための学習をしていきましょうということです一つの締め切りは2023年の5月これは合言葉でいきましょうね一つ目の締め切りですそして次の締め切りは 9月の、だから9月から直前期だから8月の31だにね。言ってみればね。8月31までにこの辺のいわゆる素材作りは終わらせておくってこと。素材作りは終わらせるってこと。で、9月以降は一気に叩き込んでいく時期です。短いスパンで何度も繰り返すっていうイメージ。つかめました。合格へのイメージつかめました。OK ですか うん大体こんこなイメージですです具体的に例えばじゃあ何をやりましょうかっていうことに関しては何度も言ってますが別途、YouTube でスケジューリング動画上げてますんでそっちの方を見ていただければと思います。あの2本上げてますロケットスタート組の方と通常スタート組の方に向けて上げてますんでねそっちを、まあ、ぜひご覧になれ,ればいいかなというふうに思っておりますはいそんなところですねですからまあ,あここ見てもらえばね分かるんですが具体的なスケジューリングは別途、YouTube にアップしてますよとぜひそっちを見てくださいと。と え2つ挙げてますからねロケットスタートの方と通常スタートの方ねそれから、えー、とこれは話したねこれは話したよねだからねこれは OK ねでこれもやったよね9月からの直前期に備えて学習四天王の相互検索システムや書き込み等を終わらせるってことです学習四天王の相互検索システムや書き込み等っていうのはいわゆるこれは作業と考えておいていいですそういった直前期に向かっての作業を終わらせてくださいねということです 8月3 1日までにね1回5月の締め切りがあって次が8月31日の締め切りだと思ってください。Okay、でおすすめの学習法はジグザグ方式ってまあこれジグザグ方式ってのも僕のクラスではよく言ってるやつなんだけど何かとね、あのー、ほら例えばさこれも毎年この具体例よく挙げるんだけど日本史を勉強する時にさ日本史を勉強する時に。 教科書読むじゃないですか。日本史の山川出版社の教科書読むじゃないですか。で縄文時代から始まるじゃないですか。縄文時代から読み始めて、ああ、弥生時代、ああ、ずっと読んでいてさ、平安時代だ、鎌倉時代だ、ってさ、戦国時代があってさ、江戸時代があって、バーっと続くじゃないですか。で、テキスト読み終えました。ああ、さ問題集読くかな、縄文時代って開いたら忘れてません忘れてるよね。ですよね。皆さんどうしてました例えば中学とか高校の時そういう勉強って。 多分さ、学校の授業とかもそうだったと思いますけど、じゃあ今日縄文時代やるぞって先生が言ってさ、縄文時代の勉強してさ、じゃあ復習、あの宿題だって言って、今日やった範囲の問題解いとけよって、そういうイメージじゃないですか。ですよね。そしたら、それが終われば、インプット、学校の先生が縄文時代インプットしてくれて、それに対応する問題演習も終わるっていう、それがワンセットになってたでしょ。で、次学校行ったらさ、先生が出てきてさ、よし、じゃあ今日も縄文終わったから弥生時代入るぞって言って、で授業を聞いてインプットしてさ。 はい、じゃあ、宿題、じゃ弥生時代のね、えー、範囲のワークブック解いておいてくださいよ。そんな感じじゃなかったですかそうでしょあ、それです。あ、そう、だから、なんかジグザグ方式っていうなんかすごい、あのすごいことをやるのかなと思うかもしれないけど、そのやり方ですで。なんでそっちの方がいいかっていうと、さっき言った通り、テキストだけ、ブラーって最初インプットだけやっちゃうとさ、最初戻って、じゃあ問題解こうかなってなったらさ、もう忘れちゃってんですよ。忘れちゃってんですよ。だから、ジグザグ方式でやった方がいいですよってことです。うん。 いやじゃあジグザグ方式でやっていったとしてもこうやっ,やってやっていったとしても結局最初に戻ったら忘れてんじゃないか忘れてるかもしれないけど少なくともインプットとアウトプットの両方終わった痕跡は残ってるわけでしょ。でしょですからこれは精度をさらに上げていけばいいんです思い出していけばいいんですよ。ですからなるべくあのインプットの講義だけバーッと聞いちゃうとかねそういったことはなるべくやめてもらってですねえインプット。 例えば民法だったら行政法でもいいけどインプットのこの範囲をまずやったとしたら次はこの範囲の問題やりましょうこの範囲ねだからここがワンセットなんですよこれがワンセットこれがワンセットなんですよで次どうするかっつったらもうねもう皆さんもう書くまでもないかもしれないけど次はインプットの次に進んでジグザグでアウトプットの 2に進むとでもう以下同分と以下同分と <laughs> いうことね。このやり方でやってもらえれば、あ、すみません、赤がいいかな。やり方でやってもらえればいいんじゃないかなと思いますよ。うん。OK?OK、okay okay、ですね。 はいといととったところです具体的なスケジューリングは別途 YouTube にアップするよってこととおすすめの学習法はジグザグ方式そして、えー、何度も言いますが9月からが直前期そこで勝負決まってくるんでそこに向けて学習四天王の相互検索を自分でシステム化するとか、えー、書き込みなんかしっかりね終わらせるいわゆる作業っていうのは8月の末までに終わらせておきましょうということです結構シンプルでしょシンプルですよねはいといったところでまあおおむねの一般論の学習法に関してはこのぐらいにしますね えーとね、次の第3ユニットではですね何を話していくかというと実際にじゃあ、上がルートの講義どういう特徴を持っているか上がルートを本当に選ぶべきなのか他のスクールの方がいいのかとかというのとあとは何より皆さんこれも気になっていると思うけど受講料の話をしていこうかなというふうに思います、えー、じゃあ、第2ユニットこのぐらいしましょうかはい、じゃあ第3ユニット入っていきましょう、えー、っと今度はねあの講師選びとかスクール選びなんか話していこうと思うんですがちょっとさっきの話1点だけ補足しておくとね さっきあの学習してんの今も消しちゃいましたけど学習してんので相互リンク貼っていきましょうって言ったじゃないですかさっきのページどこだっけこれかこれでいいのかあの最後のとこね学習してんのの相互検索システムを自分で作ったり書き込み等をやるっていうのはさ ね、あのテキストを読みながら「あこれ過去問だとこの知識大事だよね」っていうので過去問の,の何年の、えー、選択肢の五番とか書き込んでおくとかね、えー、過去問の方に逆に、えー「ここはテキスト何ページを読めばいいよ」とかって書いておくとさ直前期に「もうあれどこだっけどこ行ったっけ?」っていうのは分,かんなく分かんなくなるっていう時間のロスを防げるよねですよねまあそういったことをやってくださいってことなんですねだからまあ言ってみればねこれ結局何を求めてやっていくのかっていうと情報集約なんですよ。 情報集約本番に向けてのね本番に向けての情報集約をやっていくっていうイメージを持ってもらえればいいかなというふうに思います OK ですねはいじゃあ、えー、次の第3ユニットの話に入っていきましょう、えー、皆さんね行政書士試験よし学習してみようってことになった時にねまあ、まずそもそも独学でやるのかそれとも資格スクール使うのかっていう大きな選択肢あるじゃないですか じゃあ資格スクール使うっってなた、ね、別にアガルートだけじゃなくて他にもありますもんねレックとか伊藤塾とかタックとかねありますよねクレイールとかさあとなんだっけあユ、のーキャンとかねスターディングとかもあるじゃないですか,かその中からじゃあどこを選ぶかってことですよねですよねじゃあどういうねあの基準で選ぶと割と後悔しないで済むのかなっていうことをお話ししていこうかなと思うんですよねうん でね、これねどこから選んでいくかってことなんですがこれ僕個人的にはね過去の視点過去を見る視点と現在現在っていうのは今皆さんがいる時点プラス未来の視点から見るっていう2つに分けて選んでみればおおむねスクール選びとかも失敗しないんじゃないかなというふうに思ってるんですよ。うん、それ何かっていうとねこういう感じですご覧ください。スクール講師選びってことなんですが過去現在未来の視点から選ぶっていうんだけど 過去って一体何ぞやってことなんだけどこれはもう <coughs> 明らかなことです何かって言ったら過去っていうのはその資格スクールとか、えー、担当講師だよね担当講師が合格実績どのぐらい上げてきてるのかってことです合格実績どのぐらい上げてきてるのかってこと実際にね実際にですよねそうでしょだってなんかお合格者がちょっと見当たらないぞっていうようなところだと不安でしょ不安でしょうん ですから、その資格スクール、まあ、このスクールで言うんだったら、アガルートでね、アガルートとか、担当講師、だから豊村クラスだったら僕ですね、僕が過去に、これ、過去の話なんですよ、過去の視点を見て、合格者をちゃんとこういっぱいね、こう、排出ってこあも、大げさかもしれませんけれども、えー、合格の実績はあるのかどうかってことですね、まあ、これ、さっきから言ってるけど、これ、全部豊村クラスの方々、この方々ね、でもちろん、全部は乗っけられてません。 あのまあ、もちろん言うまでもないけどさレック時代の合格者は載ってませんこ,こ,ここにさレック時代の,あの僕豊村式アルティメットとかそういう講座やってたんだけどさ入門講座もやってたんだけどさそこの合格者入ってたらさすがに怒られちゃうでしょ、ね、だから、まあ、その辺はねあの過去の僕の,そのレック時代の合格者は僕のブログとかにあの写真とか何個か残ってたりするんでね見てもらえばいいんですがまあまあこれもう事実というか合格の実績として見ていただければいいかなと思いますこれが1個これまずそりゃそうだよね皆さんもね スクール選ぶときまずそこを見ませんかあーなるほどこういう感じなんだなって見ますよねこれが過去の視点これ一つ持っておくで次にねもう一個の視点持っておいた方がいいんですよ現在と未来の視点これ何かって言ったら現在というのは今そしてこれから本試験に本試験を迎えるにあたっての未来の視点を持っておいてほしいっていうことですそれ一体何なのかって言うとねこれなんですよこれ現在未来を見るっていうのはどういうことかっていうとテキストとか講師との 相性ですこれをね絶対的にチェックしておいてください。うんテキストととか講師との相性ですなんでかっていうとね結局例えばロケットスタートの方だったらさロケットスタートの方って僕のクラス豊村クラス選んだらさ僕と1年以上お付き合いするわけですお付き合いお付き合いそのへんねじゃなくてさあのー、声と顔を見なきゃいけない聞かなきゃいけないわけですよ。それがさねなんか始めてみたらさ「ダメだこいつ」と。 なんかさネクタイもしてないしであとあの講義とか見てもらったら分かるんだけど僕ねあの講義中ね普通にこう麦茶とか飲むんですよ本当に今こうやってね飲むんですよ喉乾い,いたらあの変な声で喋るのもいいかなと思ってねそういうのも嫌な人多分いると思うんですよなんでこう喋ってる途中にこいつ麦茶飲んでんなとかさネクタイを締めるネクタイをとかさそういうのあると思うんですよあると思うんですよでそれも相性なんですよ相性、うんあのね、本当にねね皆さんこれは、ね ある程度ししっかかり時間かけてチェックした方がいいですよ本当に1年以上のお付き合いができるかどうか本当に合格に向かってモチベーションが上がってくるかどうかっていうことをチェックしてほしいんですよ相性をね。というのもさ例えばささっき僕ねこの合格者の皆さんからインタビューした時によく言っていただくのがあの面白かったとか分かりやすかったっていうのをよく言っていただくんですよって僕言ったじゃないですかでもさお本当かって話思いません、ね、お前勝手に自分でなんかそれ自称してるだけなんじゃないのかって思うじゃないですか。 思いいいますすよよねでそういうのも相性チェックの中に入れればいいんですよで僕の講義は YouTube 皆さん YouTube 知ってますよね YouTube でね僕の名前入れてみてくださいこれ YouTube で僕の名前入れてもらったらですね今ね300本も350本ぐらいあるかな300本以上はね僕の講義動画上がってますアップされてます のでそれ実際に見てくださいそれ絶対見なきゃダメですそれはあのそれ絶対見なきゃいけないっていうのはそれ義務ですって意味じゃなくて相性が合うかはないかって本当に大事なんですよだからなんかガイダンスでは偉そうなこと言ってたけど実際講義見てみたらなんかテキストなんかこうやってよ持ってさずっと棒読みしてるだけじゃないかっていうこともあり得るじゃないですかありえますよねそうでしょだから必ず見てチェックしてくださいでプラスねアガルトだと資料請求っていうのもあります 資料請求ちょっとごめんなさいもう字が汚くなっちゃった <laughs> 一応見えます日本語大丈夫だから字一汚いけど資料請求ってなんですよこれはねサンプルテキストこれほらさっきさテキストの相性も見た方がいいよって言ったでしょあの上がるトはフルカラーテキストが届くんだけどでこれを使って講義していくんだけどじゃあフルカラーはいいんだけど実際テキスト見やすいのかなとかそういったあるじゃないですか内容は十分あるのかなとか網羅性はどうかなってあるじゃないですか テキストのサンプルサンプルテキストとあとはサンプルの講義僕の講義ねがついてきます資料請求していただければテキストも講義もついてきますのでこれもぜひ参考にすればいいと思いますもちろんこれ無料ですこれ資料請求していただいて送るのはもちろん無料ですからね,ねですからあの何を言いたいかというと 過去の視点過去の視点これはもちろん皆さん見ると思います見ると思うんだけどそれだけじゃダメ。現在と未来の視点本当にこいつと1年以上にわたってお付き合いできるのかお付き合い変な意味じゃなくてよ。変な意味じゃなくてのお付き合いね分かりますね声をずっと聞き,け聞き続けられるのかね講義を見続けられるのか本当に面白いのか本当に分かりやすいのかそういったこと含めて しっかりと、まあ、どっちでも構わないんでしっかりとチェックしてあよし相性合うなと思ったら申し込めばいいんですこれまあちょっとこれしゃべっちゃうとなんか一見行為になっちゃうかもしれないけどさこれ別に他のスクール検討する時も僕同じだと思いますよ。例えば僕がなんか資格試験受けようと思ってさあのー、じゃあどの講座を申し込もうかなったなった時にはさ僕は絶対そのこの講師にしようかなとか思った講師のサンプル動画とか見ずに決めるってことは絶対にしないですからね僕は。 僕がお金を払う立場になったらって意味ですよ、うん、そりゃそうですよ皆さんもですよねだからそれをやったしっかりやった方がいいですよってこと言ってるわけですだからその結果としてねこれももう毎年言ってるんだけどその結果としてああと豊村なあちょっと正直生理的に無理だわってそういう人もいっぱいいると思うんですよいっぱいいると思うんですよ実際ね。それいいんですいいんですだってそれにさお金払うのってもったいないし時間ももったいないじゃないですか、ね、でいろいろ聞いたけど例えばレックの横溝講師がいいなとか ね、伊藤塾の平林講師がいいなってことになると思うんですよな,なると思うんですよって何か変な言い方だけどあのそっち聞いてさ「あ,あ私は横溝さんの方がいいな」とか「私は平林さんの方がいいな」だって2人ともちゃんとネクタイしてるしとかってこともあるじゃないですか麦茶も飲まないしあるでしょあるでしょその時は上がると選んじゃダメですよだから時間もお金ももったいないからなんか合格者いっぱい出してるっぽいからあなんか正直生理的には受け付けないけど申し込もうかなとそれ絶対ダメですからねそれもうほんとやめた方がいいですよっていうことです。 ですから、ちゃんと過去の視点と現在未来の視点を持って特に愛情チェックね。相性チェックしっかりやった上で申し込んでいただくっていうのが一番いいんじゃないかなと思っています。はい。だからもうさっきもね言ったけど、その結果としてあちょっと豊村はないわってさよならっていうの。でも、それはまあ、僕としてはね。残念ではあるけれども、それは仕方ないですよね。 ですよねそう,うそういうふうにあの講座お金払うとかって大事なことだからその前にしっかり慎重にそこは吟味しましょうねってことを言ってるわけですよろしいですかねはいといったところですまあ大体そういう視点でスクールとか講師を選べばあのこの2個の視点ね過去の視点と現在未来の視点で選べばまあ大崩れはしないと思いますよ大崩れって変な言い方だけどあのあ失敗したーっていうようなことはまあないと思いますけどねよろしいでしょうかはい そんなとこです、ね、じゃあねあの、じゃあ、そのいろいろ相性チェックもした上でえで、ー、じゃあよし、豊村クラス、アガルトの豊村クラスってのを受けてみようじゃないかってなった時の話を今からしますね。うん、じゃあ、そうなったときには、えー、実は、得点がついてきます。得点がついてきます。それは一体何かというと、まず一つ目の得点これは、スタートアップ判例会社法の講講講義義義をププレレゼゼンントトします講義のプレゼントですので講,講義をプレゼントします。 スタートアップ判例って何かって言ったら、判例、まあ、今から、ね、入門の人初めてやるから、判例って何だろうって思うかもしれないけど、あの最高裁が一つのある事件について下した判断だと思ってもらえばいいんだけど、試験でもよく出るんですよ、判例っていうのはね。で、その判例の中でも、会社法、会社法をすごくまとめてよくできた本が、このスタートアップ判例、会社法、40個入ってるんですよ、これ。判例、こっちか。40個入ってる。これを僕が解説してるんですよ。このスタートアップ判例、会社法の解説講義を、 えー、無料でお付けしますテキストはあの書店とかアマゾン楽天等で買っていただくってことになるんですけれどもこれ全部解説している講義っていうのを無料でお付けしますこれが1個目それからこれは特に入門の方今から法律ゼロから勉強するよとかっていう方にはあのいいんじゃないかなと思うんですけれども実は本本当にに初めてて勉強すするる方に向けたスタートアップののっていうのがあるんですよ法律の用語の読み方とか、まあ、まさに僕が言って今さ「判例」とかさ「判例とは何ぞや」とか。 あるいは皆さんがこれから勉強していくメイン科目である何でしたっけメイン科目メイン科目何でしたっけ行政法と民法と憲法でしょ行政法とか民法とか憲法の全体像とかを書いてくれてる本があるんですねその本は何ていう本かっていうとこの本なんです法律を読む技技術術学ぶ技術改定第版です。 海底第4版法律を読む技術学ぶ技術、えー」ダイヤモンド社から出てる本なんですがこれ元ね、えー、法制局キャリアの人が書いた本ですごく分かりやすいんですよでこれの解説講義もプレゼントします解説講義僕が喋ってますプレゼントいたします本はさっきも言ったけどアマゾンとか楽天とか書店等で買っていただくってことになるんですがこれの解説講義これね入門の人はね本科講座が始まると同時にちょっと同時並行で聞いてみたりするとすごくいいと思いますよすごくいいと思います これをお付けしますよとこの講義をつけますお付けしますさらにはえっ、ー、とねさっきさ僕この話したの覚えてる政治経済社会は結構範囲が広いんだよっていうのを覚えてます覚えてますでね実はね政治経済社会の中でもうんとねうんとね時事問題ってのがたまに出るんですよ時事問題最新のトピックみたいに出るんですよでその対策としておすすめの本というのが えーとね「ニュース検定」っていう本があってね「ニュース検定」っていう本があるんだけどこれかこれ,これが2022年版か「ニュース検定」っていうこの本この本があるんだけどこれがね最新の時事とかトピックスをこんな感じですごい見やすいでしょすごい見やすいでしょこれでまとめてくれてるこの「ニュース検定」っていう本があるんだけれどもこれをねあの僕実は豊村ゼミっていうのをやってるんだけど豊村ゼミで僕は毎回解説してるんですよ毎回解説してるんですよだから 今まさに2022年の試験を受ける豊村ゼミの方に僕この2022年向けのニュース検定の解説講義を見てもらってるんですよもらってるんですよそのゼミでしゃべったこの内容講義の内容をプレゼントしますこのニュース検定の講義プレゼントしますこれ時事対策です時事対策だと思ってください だからスタートアップ判例の会社法の解説講義と法律を読む技術学ぶ技術これはね本当にね特に法律入門初めて勉強するっていう人は非常におすすめの本なんですよこれの講義とそれから時事対策のニュース検定の講義っていうのをこれも全部無料でプレゼントします無料でプレゼントいたしますでさらにちょっと行政書士試験とは関係ないんだけどあの会計の知識として募金とかやってみたいなっていう人もいると思うんですよ 簿記とかやってみたいなっていう人もいると思うので、プラスアルファで簿記の3級の講座、これテキスト付きです。これはテキスト付きのこの講座をプレゼントいたします。特典大きく4つスタートアップ判例会社法の講義法律を読む技術学ぶ技術このね。特に得点にはね。初めて勉強する人はかなりおすすめ。そして、えー、ニュース検定の講義。これは時事対策としておすすめの講義、さらには簿記3級の講座っていうのも、これももう無料でプレゼントしちゃいます。 これが大きく分けて四つの得点ということになってくるわけです。よろしいですか。オッケーですか。で、で、得点が四つって言ったんだけど、実は実は二千二十三年の二月の末まではもう一個得点があります。二千二十三年の二月の末です。二月の末まではもう一個得点があります。それ何かっていうと割引価格でお申し込みいただけます。 割引価格でお申し込みいただけますこの最後の今言った割引価格の特典は2023年の2月の末までです2月の末まであのこっちの特典の1234こ,この特典に関しては別に2月の末とかの何のて言うの期限設定はありませんこれはずっとまあずっとずっとって変ない言い方だけどこれはあのついてくるんですただこっちの割引価格でお申し込みいただけるっていうのは2月の末です2023年の2月の末までっていうことになります ですからもし申し込むぞって決めてるんだったらやっぱりこの時期までに申し込まれた方がお得感はあるのかなと思いますよろしいですかじゃあ,あのお値段いきますよお値段一つ目入門総合講義入門総合講義っていうのはこれ何かっていうとさっき言ったでしょテキスト送ってフルカラーテキストで僕が講義でしゃべるって言ったでしょ言ったでしょそれがついてる講義ですまあ言ってみればそれだけです、まあ、それだけって変な言い方だけど インプットテキストをお送りして僕のインプット講義がついてくるっていうことですそれが入門総合講義ということになりますよろしいですかはいこれは2月末までのキャンペーン価格税込みで紹介しようかな税込みで12万9360円割引価格です12万9360円税込み価格ということになりますはいそしてこの下の2つまあお申し込み者数が多いのはやっぱりこの下のどっちかなんだよね 入門総合カリキュラムってやつですカリキュラムですすカカリリキキュュララムムには2つあって「ライト」と「フル」ってあるんだけど何が違うかというとちょっとごめんなさいねページ戻りますよページ戻るんだけどページ戻ったら書き込みしてあるから汚いなこれ <laughs> すごい汚くなっちゃったあの分かりますフルライトフルライトフルフルフルライトって書いてあるじゃないですか書いてあるよねだからフルしか入ってないやつはフルにだけついてるやつ ライトフルライト、フルライトはライトコースにもついてるやつってことです。よろしいですかねわかりますうん。の選んでいただければと思いますね。ということです。はい。で、こちらの方の価格も、えー、ご紹介しておきます、えー。ライトカリキュラムの方は税込み価格、こっちも税込みでいっておきましょうか。えー、16万160円。16万飛んで160円。フルの方が18万3260円です。 十八万三千二百六十円ということになります。オッケーですかね。はい、これもだからある意味得点なんですよ。だから得点は、この四つに関してはずっと得点なんですよ。ただ、割引価格の得点はその赤字になっているように。二月末まで、二千二十三年だよね。の二月の末までってことになりますので、お気をつけいただければと思います。よろしいですかね。 であのフル,フルとかライトとか言ってるけどさあのもちろんね何度も言うけどこのテキストフルカラーテキストインプットのテキストついてきますしあのカリキュラムに関してはカリキュラムねカリキュラムに関しては過去問とかもちゃんとついてきますよこれ過去問集これなんだっけこれは商法これは行政法っていう感じで過去問集ついてきますからねでこの解説講義がさっき言ったけどユニット制になってるんですよだから問題1個について1ユニットだから解説も非常に見やすくなってるよってことです OKOK、OK OK、ですか はいというわけでね大体ここまで価格の話までかなり話してきたんですが第3ユニットはこのぐらいにして最後の第4ユニット最後の第4ユニットで、えー、アガルト名物っていうのを話したいと思いますこれが最後の第4ユニットになりますじゃあ第3ユニットはこのぐらいにしましょうかはい、えー、長々とね話してきたんですが最後にね第4ユニットとして合格得点について話したいと思いますこれはねアガルト名物なんですよ合格得点についてお話をしていこうかなというふうに思います えーとね、この合格特典はカリキュラム制限定なんですよ。カリキュラム制限定カリキュラムっていうのはほらさっきやったの覚えてますこれで言うと下の2つだよねこここここれこのカリキュラム制限定の合格特典ってことになるんですが何かというともうシンプルにいきますねシンプルにいきますよ入門総合ライトカリキュラム入門総合フルカリキュラムどっちでもいいですカリキュラムね取って何のことはないです 合格しますよよ。ね。いや、そそうだよ合格のためにやるんだもん。だもそうですよね。合格したら合格したらいきますよいきますよ合格したら受講料全額返金です受講料全額返金ですよよく意味が分かんないわけね合格したくてお金払いました教材届きました講義 やっってて勉強頑張っていきました本試験受けて受かりましたはい合格おめでとう全額返金ですっていうだからはっきり言うとこんなちょっとなんかちょっと言い方がさなんかなんていうの下品な言い方になっちゃうんだけどさたただで受講して合格したみたいなイメージわかりますもちろんこの合格者全額返金のためにはねあの上がるトに来ていただいて僕とこうインタビュー形式でこの方々はそうですけどね 合格者インタビューっていうのを受けていただくってことが YouTube 動画のね撮っていただくで合格体験記を出していただくっていうのが条件にはなるんだけどむしろね皆さんねこういった方々ねどういうモチベーションで勉強してたかっていうとねインタビューでね自分は何を話そうかとかあるいはインタビューには何を着ていこうかとかっていうようなことをいろいろ考えながら日々の勉強頑張ってたっていうモチベーションになってたっていう方いらっしゃるんで全額返金ですよこれ合格者インタビュー合格体験書いていただければもう全額返金ねだから申し込むでしょ 申し込むでしょだから領収書みたいなの来るじゃないですか,だから今までの合格者の人ねそれ机の一番目立つところに貼って勉強した時勉強してたっていう人いるんですよ机の一番目立つところに貼ってさ取り返してやるぞって取り返してやるって言って勉強してた人いるんですよ例えばねさっきほらどんな服着てインタビュー行こうかとかって考えるって言ったじゃないですかで今年のね今年っていうのはだから、えっと、2021年の試験に合格して2022年の3月にインタビュー僕とインタビューに来てくれた方がいるんですけどあの方どっから来られたんだっけ和歌山だったかな どこだったかなちょっとごめんなさい失念してしまったんですけれどもその方はねちょっと写真見つかるかな写真ちょっとごめんなさい,いあっとちょっと写真がすぐにはごめんなさい見つからないんだけどその方ねもうインタビューの時点で行政事務所開業,なんですよ開業されててもともと消防隊員の人だったのかな。 だだったんんんででですすすよよ若若いいまだ27歳とかの若い方なんですそのうちインタビューも YouTube で出るんでそのこともお話しされてるんで見ていただければと思うんですけどその方どういう格好で来られたかですよねもう開業したての行政書士事務所の刺繍がここに入ったあの作業着っていうんですかねそのい現場に行く時に着るようなあるじゃないですかあれで来られてそれでインタビュー受けられてるんですよ。いやこれでもう受かったらもうこ,のこれで行こうと思ってましたとかっていう方いらっしゃるわけ。 だから皆さんもね、あの合格者インタビュー受けるぞって、その時はどんな服装でいくんだ、そして後輩の人に向けてどんな話をするんだ、テキスト、これを持っていくんだとかって決めながら、日々勉強してで、一番目立つところに領収書貼っといてください。これ全部取り返してやる、絶対取り返してやるって言って、ね、いいでしょ、全額返金。あただと、とはいえね、とはいえねあの、まあ、皆さんがインタビュー受けられるのはあれだよね、2023年に本試験だから、えっと、インタビュー自体は2024年になるんだよね、受けるとしてもね、皆さんね。 でその頃だから、あ,のあ,れほらあれの問題ですよ、コロナで、ね、コロナがどうなってるか、ちょっと正直分かんないじゃないですか、実はね、本当はね、もう少し合格者、ことだ,だけでもね、多いのよ、多いけど、やっぱりコロナあるから、ちょっとインタビューはっていうことで、えー、ご時代いた頂いた方とかもいらっしゃるんだよね、あと、例えばあの、やっぱりインタビューはちょっと顔出して、YouTube っていうのは嫌だなっていう方もいらっしゃるわけね、でその方はどうするかってうと、全額返金じゃなければ、もしくは5万円プレゼントします。 合格体験記書いていてただいて5万円プレゼントというのももありますこれででで相相当当ししょ相当でしょ、ね、だからとにかく皆さんねこのアガルート名物がこれカリキュラム制限定ではあるけれどもこの合格特典いいですか皆さんいいですか忘れちゃダメですよアガルートの入門総合カリキュラム豊村クラス7期生です7期生受けるって決めたね過去,の過去を見たそして現在未来の相性もチェックした自分は頑張るやってみるぞって決めた方。 合格に向けて一気に走り抜けましょうね一緒にね一緒に走り抜けましょうそしてそして全額勝ち取ってください全額返金勝ち取ってください僕との合格者インタビューやりましょう合格者インタビューで皆さんをお待ちしてます皆さんにお会いできるのを楽しみにしてますしっかり検討して受けるって決めた方豊村クラス7期生しっかりと学習して合格を勝ち取りましょうえ長々とお話しさせていただきましたが 入門総合カリキュラム豊村クラス7期生のガイダンスこれにて終了したいと思います。頑張っていきましょう